はい、今日は1秒で思いつくシナリオの裏技ということで、カード連想法ってご存知ですか？あのシナリオを考えるときに、あの常識っていうのがすごい弊害してるんですよ。それを打破する全くの別方法です。芸大の映画学科で北野武監督が講義でもやってたみたいですね。僕も習ったことあるんですけど、うろ覚えで僕のちょっとオリジナルになっちゃってるんですけど、韓国映画みたいな色になってる。まあいいや。こんなボードかなんか用意してください。が、を、なぜなら、あとはカードを作るんですよ。主人公のカード、目的格のカード、動詞に当たるカード、理由付けに当たるカードです。こうやっていっぱい作るんですよ。文脈として成り立つ文章を強制的に作っちゃうんですね。そこから連想させるっていう、ちょっとね、面白いシナリオの考え方です。早速やってみましょう。いきますよね。よ、超頭のいい女の子が、お、ピカチュウを、ん？壊した。なぜなら、お、大嫌いだったから。これはすごいつながってますね。超頭のいい女の子がピカチュウを壊した。なぜなら大嫌いだったから。ここまで繋がっちゃってると想像するまでにはいかないですね。なんか出だしいですね。ん？ニコニコ動画の生主が、変態を盗んだ。なぜなら、日本は戦争していた。ニコニコ動画の生主が変態を盗んだ。なぜなら、日本は戦争していたから。変態を盗んだ。なぜなら日本は戦争していた。はい、来た。キューバ危機を参考にしましょう。どうも北朝鮮で核ミサイルが発射される動きがあるようだと、アメリカ軍から日本に連絡が入ったんです。その発射の可能性を察知した防衛庁長官が、北朝鮮で核ミサイル発射の可能性を察知した防衛庁が、休暇中にニコニコ動画の生虫をやっていた、防衛庁長官に電話を入れて、ニコニコ動画仲間で変態と仲が良くて、その変態っていうのは実は北朝鮮の軍幹部で、日本にスパイとして送り込まれてたんだけど、ニコニコ動画が面白くてしょうがなくて、で変態動画をアップロードしてて、この実は防衛庁長官、実はニコニコ動画配信者で変態さんっていうのが、こう実は裏表の関係でリンクしてたんですよ。で実はオフ会とかで会ってた。これからですね、ニコニコ動画のニコ動とかの関係を超えた政治的戦略になっていくという、まるで首里のような話ですね。まあまあ繋がったよ、うん、裏表の関係だったんだよ。おパンツを頭にかぶった男が、すごい効くマルチビタミンを、よいしょ、セックスした。あ、すごい効くマルチビタミンでセックスした。なぜなら、メロンパンが見ていた。パンツを頭にかぶった男がすごい効くマルチビタミンでセックスした。なぜならメロンパンが見ていたから。無理と思っちゃいけないです。つなげるんですよ。マルチビタミンと偽って、ものすごい効く精力剤を開発して、裏ルートで、提供してたんですよ。ただ、効き目が強すぎて、幻覚作用が出るんですよ。メロンパンにいつも見られてる気がするという幻覚作用が。で、もう見られて、メロンパンにいつも見られてしまうっていう、まあ、薬でラリっちゃうんですね。あんまりにもメロンパンに見られてて怖いから、パンツをかぶっちゃうんですよね。
どない設置ねんこれ。こんなんまとまんねえよ。いっつもメロンパンに見られているから怖くてパンツをかぶるよ。ちょっとこれギブアップだなこれ。話は面白いんだけどまとめようがないこれ。プロットカード連想法っていうのはすごい有効で、これはね3回とか4回じゃなくてもうどんどんやってみるんですよ。理屈っていうものをこう考えないでどんどんどんと何回も出していくんですよ。でシナリオっていうのはリズムで考え始めるとつまんなくなっていくんですよ。頭でこうぐるぐる考えてもあんまり面白いシナリオって出てこないんですよ。ぜひ試してみてください。さよなら。